ベキール、さあカウンターだ。ベキールからベンゼマ、さあフリーだ、振り抜いた、来た、どうか。だから北澤さん、またすぐでしたね。いや、この点決められた後、相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。デブライネ、技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしい。メッシー、決まった、勝ち越し。このボールは繋がりません。ドログバからメッシー、シュート、ポーランド先制。このボール奪いに行きます。チャンスになる、クライフォー、ポーランド追加点。攻守の切り替えも早いですよ。クライフ、ピルロからメッシ、決めた。早くボールを動かしながら相手のペースにかからないようにしていくことでしょうね。モンツァ対 PSV アイントホーフェン、ルバッテ、来た。デルピエロからクライフ、トッティ、マッチアップのシーン、パスでつないで攻め込んでいきます。来た、先制。デルピエロからオーウェン、決まった、追加点。ここは繋がりません。取って、やっと点。この時間で追いつくことに成功しました。ネイマール、今日のゲーム両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですので、じっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。さあ、オーウェン先制。ロバートソン、今のファウルは注意だけのようでしたね。まあ、まだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。オーウェンミドル、おー、モンツァ対インテル、こちらをご覧いただきます。このゲームはモンツァのホーム、ユーパワースタジアムで行われます。1980年代よりモンツァのホームとして使用され、クラブと共に歴史を歩んできたスタジアムです。シュート、先制。前半これからリスクを犯すような状況じゃないですからね。相手が前がかりに出てきたらそこを突く程度でいいと思いますけどね。ここから打った、大きく占うことになります。いや、これよく取り返しましたよね、はい、取り返すだけのメンタルの強さもありますし、大きな一点になりますよね。シュート、いやー、勝ち越し。クライフ、速いパス回し、シフチェンコ、ジーダー、こぼれます。さあ、どうだ、シュート、ここは繋がりません。チャンスになる、シュート、追加点。ここからカウンター早いでしょ。スペースを狙う、グバラツエリアからホーランド、ジェラード、さあシェフチェンコ、ここから打った、いやー、いやー、どうか。欲しかった同点ゴールが決まります。昇格への思いがゴールにつながりました。さあ、熊本、貴重な先制点を決めました。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから。シュート、熊本追加。このワールドクラスが揃ったゲームなので、きっとこのままでは終わらないですよね、はい、この後どんなプランで来るのか、お互いのさ、ネイマール、いやー、アンドレオナナ、ここは抑えました。さあ、オーウェン、来た、シュート、決まった、先制。ジェラード、さあシェフチェンコ、ここから打った、いやー、いやー、どうか。
ベッカム。モンツァはビハインドを背負ってしまいましたが、この展開を踏まえて前半の戦い方はいかがでしょう。メッシー同点。パスでつないで攻め込んでいきます。ロベルト・カルロス、もう一度中へ、素早いパスで攻め上がっていきます。さあメッシミドル、うわ決まった、追加点。ヒルロ、いい守備です。マケレレ、シェフチェンコ、シェフチェンコ、うわ追加点。ブルーのギマランイス、素早いパスで攻め上がっていきます。ロマーリオからネイマール、きたきた、先制。クライフからレバンドフスキー、メッシメッシ、いやいや、マテウス、サビオからマテウス、スルーパスを出す。いいボール入りますよ。ボールはクリア、このパスを受ける、どうだこのシュート、いやー来た、どうか、今ありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。シュート、来た、どうか、ここはかわせません。いいですよ、ポジション切り替え、大迫へ、大迫からマテウス、森下、マテウス、ここから打った、ゴラッソー、ポイントです。ロドリ、繋いでる、ロドリへ、ロドリから応援、チャンス、どうだシュート、攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。ムバッペ、勝ち越し、残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。応援からシェフチェンコ、うわー、ハリサンジェルマンとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。狙った、うわー、ゴール、これを決めてきた。パスのタイミングも完璧で、決めた方もよく反応しましたよね。やっぱり普段からのコミュニケーションができていないとなかなかこういうゴールは生まれないですよね。ジェラード、おー、追加点。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。オリオル・ロメウ、今のファールでメッシー、きた、先制。カウンターですよ。ミランとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。ミドル、うわ、打ち抜いた、ゴール。繋いでるから応援、打つか、メッシー、来た、先制。ロベルト・カルロス、まだこの前半スコアに動きは見られません。マテウスから応援、メッシー、レオンが受ける、ここは奪います。いやー、この状況で積極的かつ大胆なディフェンスですね。そうですね、ん、勝負に出た、はっ、打った、うおー、ゴール、これを決めて、フリットドッティからインモービレ、シュート、いやー勝ち越し、ロドリゲス、シュート、きた、行きます。まあクリアが精一杯ですよね。ルイス・フエンテスからマルティン、シュート、いや決めた。ヘンリー・マルティンへ、シュート、いや勝ち越し。ここで受ける、仕掛けるか、シュート、来た、先制、はい、
ただ相手は間違いなく前がかりになるので落ち着いた対応したいですよね。なるほど。この後も無失点でいきたいですよね。ここで浮きシュート、裏へ届くか、いけるか、さあ打てるか、シュート、いやー追加点。マテウス、メッシからオーウェン、来た、これはシュート、いやー追加点。マテウス、マテウスへ絶好の位置、振り抜いた、いやーどうか、ね、ファーストタッチからシュートまでの流れイメージ通りだったんじゃないでしょうかね。伊藤のグバー、この前半まだシュートが打てていません。ドログバからオーワン、つながりません。さあチャンス、シュートゲット、アーセナル、これで差は2ゴールになりました。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを